1, 1代表取締役挨拶代理3月22日日本における放送記念日に NHK の前身がラジオ放送を初めて放送した日ということで去年その日に合わせてハート f m がインターネットラジオ放送局として開局しました今までインターネットラジオポッドキャストとか YouTube 的な放送ってあったんですけどアーティストの歌は流せなかったハート f m はそういう著作音源皆さんが知っているような曲を初めてスマホでパソコンで聴ける放送曲になりましたうちは周波数持ってないのにそういう音楽流せるっていう強みとまた逆にラジコですと他県で聴こうと思ったら 毎月400円ぐらい払う必要がある。ハートウェフンは無料で聞けます。極端な話、全国どこでも無料で聞けます。だから文化放送とか、関東の放送局からインタビューされたり、新聞に取り上げられたり、新しい形のラジオ放送が生まれました。ちょうど昨日、 2月に入ってから来年1月31日までの1年間の間に AM 放送が順次放送をやめていくそんな話が聞こえてきました FM に移行していく AM 放送はその維持費とかいろいろあって本当にラジオ業界って正直もう衰退していてスポンサーも抜けたりラジオ離れが起きています僕はいつもね ラジオ離れが起きているわけじゃなく、ラジオがつまんなくなっているだけで、やっぱり聞いている人は聞いています。この前の震災じゃないですけど、やっぱりラジオが震災の時も、やっぱりラジオの大切さ、その地域密着型の情報、娯楽安らぎを与えてくれるのが、地元のラジオ局だと思うんです。今年の3月22日に開局1周年で、 ドカンと、ある意味、第二の開局として、周波数でも同時放送がしたい。でも、昨年末から今年に入って、雲行きがすごく怪しくなって大丈夫かなこれからいよいよやんなきゃいけない、しなきゃいけない、その決まり事の中で、やっぱり皆さんに集まっていただいたのが、番組審議委員を決めないといけない。で、どういう仕事をするかって、 僕はずっとラジオで喋ってる側だから知らないんですけど、特定の番組を事前に放送局が、例えば朝のジェームスの番組を皆さんに聞いていただいて、一週間聞くなり、また一つの放送を聞くのかなラジオでも必要なんですよね。これ年に6回ぐらい、6回ぐらいやらないといけないんですよ。第1回の番組審議委員なんで、 やっぱり、はたから、こうやってね、検索したらわかるんで、皆さんの名前とか、あ、すごい人たちが製造をしてるみな、みたいな、今日集まっていただきました。よろしくお願いします。議案1、番組審議委員長選任。松永康弘さんを、番組審議委員長選任について、全会一致で決定。 参加委員による挙手。議案2、番組審議委員会規定。番組審議委員会規定、条定の内容について、修正後全会一致で決定。参加委員による挙手。議案3、放送番組基準の制定。条定の内容について修正後 全会一致で決定。参加委員による挙手。議案4。放送番組の編集に関する基本計画。条例の内容について修正後、全会一致で決定。参加委員による挙手。委員指摘事項。公開方法について、放送及びホームページ掲載。 同時録音とは24時間放送している間放送内容を録音することおよび録音されたデータのことハート FM では6か月間保管としている訂正放送とは事実と異なることを放送した場合訂正放送を行いますまた訂正放送の請求があった場合は調査し 真実でない場合は、訂正放送を行います。放送法の訂正放送規定は、放送局が自律的に訂正放送を行う義務を定めたもの。番組審議委員会規定について、総務省から形式的にモデルが出てるのですかモデルというものは存在しませんが、基本的には法令に則っ,って作成し、独自のものを作成します。 番組審議委員は代理の出席が認められますか代理出席は不可となります。可能な限りご出席を賜りたいです。区民の方でどういう方をゲストとしてお呼びする予定ですか一般区民の方をはじめとする自治会長、店舗事業主、行政職員などを考えています。 番組の内容についてパーセンテージがありますが、局としてどのように考えていますか局内としてはバランスよく考えておりますが、つまらないラジオからの脱却が先決だと考えていますので、ある程度特化をしたいと考えています。ジェームスの番組以外においては、どのようにする考えでしょうか地元のハートジョッキーを育成することで、 幅広く地域に愛着を育める方を基本とし、内容については一人一人に特性を引き出せる環境を整えて進めていきます。公開での番組審議委員会を開くことは可能ですか委員の皆様の自由な発言が阻害されないことが条件ですが、そのような取り組みをしていただくことは構いません。クレームが来た時の対応についてどのように考えていますか 放送内容にクレームが来たときは、政策が内容の確認をして、編成が事実確認を行い、問題行為などがあった場合は、速やかに改善を図ることはもちろんのこと、番組審議委員会に対しても通知することで議題、議案としていただきたいと考えております。以上をもって議長が閉会を宣言した。放送基準。番組の編集は放送法及び 放送番組の編集基準を基本とし、生活、文化の向上に役立つことを目的とし、緊急、災害、行政、文化、生活、市民交流情報など、地域に密着した情報を中心に、教育、教養、娯楽番組などを組み合わせ、調和の取れた編成を行い、番組を通して、地域の活性化、文化の振興と、 地域社会の福祉などの増進に寄与する。緊急、災害、情報。地震、火災などの発生。台風の接近、その他、非常の事態が発生、または発生する恐れがある場合に随時放送し、地域の災害、防災情報を提供する編成を行う。行政情報。 市の行事予定、市の各部署からのお知らせなど、市の広報部門である校長候補課と密接な連絡を取り、市民生活に必要な行政情報を提供できる編成を行う。文化情報、文化施設の採事案内、地域文化紹介など各施設と連携して地域文化の向上を目指した内容を編成する。生活情報、 天気予報、道路、交通情報、医療施設からのお知らせ、商店街の情報など、市民生活に密着した情報を提供するよう編成する。市民交流情報、地域の身近な情報、ボランティアやサークル活動の紹介、市、在住外国人による話題など、市民のコミュニケーションの場となるような編成を行う。報道番組、 適切な報道が行えるような体制を組み、一般ニュースや地域ニュースなどを普遍、不動、公正中立の立場で編成する。娯楽番組、聴取者層と放送時間帯を考慮し、番組の質向上に留意しながら、楽しく健康的で、明るく前向きな内容の番組を編成する。その他、 社会全般に大きな影響があるような事件や災害などが起きた場合は、特別番組を編成し、対処する。広告番組、広範囲の広告主が利用できるよう配慮するとともに、聴取者の生活をより豊かにできるような内容を編成する。